はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。はい、今日はですね、ゲストの方をお呼びしております。ゲスト、今日は微笑みの国タイからお越しいただいたジャスミンさんです。はい、こんにちは、サワディーカー、サワディーカー、ジャスミンです。はい、っていうか誰だよみたいな感じになってるんじゃないかなと思いますけどもね。まあジャスミンちゃん、なんだろう、今だと何、YouTuber、わかりやすく言うと、ね、YouTube デビューしたばっかりですよね。はい、はい、愛と笑いのゼロ感謝法伝道師ということで、これから YouTube でバンバン売っていこうというジャスミンちゃんに今日は来ていただいてます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあなんでね、今日ジャスミンちゃんに来ていただいたかというとですね、今度4月の3日に大阪でね、2人でコラボの講演会をさせていただくということで、今日はちょっとそのジャスミンちゃんの紹介ということで、来ていただきました。はい。はい、まあ愛と笑いのゼロ感謝法伝道師ということなんですけども、それどういう活動なんですかね。はい、私はもう今45歳なんですけども、もう約40年間、謎のネガティブ感情に苦しんでたんですね。長いね、40年間。長い、はい、ちっちゃい時からね。ちっちゃい時から。で、例えば今みたいな春の季節とか大嫌いで、はいはい、もう周りが美しくて、穏やかであればあるほど、もう自分の心の中の、なんか、苦しみがこう浮き出されて、よりしんどくなって、もう春大嫌いだったんですよ。だけど、ちょうど1年前ぐらいから、もう当たり前、目の映る全てのことに感謝して、生き出したら、どん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 目の前に感謝するようなことしか起きなくなってきて、でも1年経った今では、もうこの春の美しさをめでられるようになったっていう大変化を遂げることができたんですね。だからその自分のこの1年の、この、まあ、当たり前のことに感謝するっていうことを実践してっていう流れをお話しすることによって、私みたいにこう謎のね、ネガティブ感情から逃れられないって思ってる方のお役に立てば嬉しいなと思って YouTube を始めました。なるほど、はい、ね、その今の話で言うと、その40年間でえらい長いなって感じなんだけど、はい、それなんかこうそのネガティブ感情に取り込まれたっていうか、そういうきっかけみたいなことあるの？もうなん 4歳5歳ぐらいでしょ。そう、まあ一番ちっちゃい時の記憶で言ったら、なんかね、幼稚園の時に、今やったら考えられないんですけど、教室の後ろにね、女の子だけ並ばされて、で、男の子が好きな女の子を選びに行って、その女の子の手を引いて、一緒に席に座るっていうのがあったんですね。すごくないですか？何？それ先生が見たいからと思うんですけど。ね、それネルトンベニクジラダン的な感じ。そう、ほんで、私はずーっと待ってたんですけど、誰も男の子来てくれなくって、もうその時の強烈な恥ずかしさとかめっちゃ覚えてて、で、私も覚えてる、今でも覚えてるんですけど、めっちゃおとなしそうなソウ君って男の子の手をガッて捕まえて、無理やり一緒に座って、でその横に座らされたソウ君のもう悲壮な顔っていうのとかもめっちゃ覚えてるんですけど、それとかも、なんかね、ことあるごとにふってその時の自分の悔しさとか恥ずかしさとか、自分は可愛くないんだとか、自分はモテないんだとか、選べないんだみたいな劣等感みたいなこととか、そのそう君の悲しそうなこととか、なんかその幼稚園の時からの起こったことやねんけど、それがどん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 ふってなんかの時に思い出されて、もうそれで一日、なんか悲しい気持ちになって、で、あとその、幼稚園の先生に対する怒りとか、なんでこんなこと幼稚園の子に刺すのとか、そういうのに囚われて、一日中花見に行っても悲しいとか、もうなんか、そう、そう、そうそう、そういうのが、ちっちゃい時からそういう楽しいことを覚えてられなくて、100個楽しいことあって、1個だけ嫌なことがあっても、その1個が掴んじゃう、そう、掴んじゃって、ずーっとしんどいっていうのを、本当にちっちゃい時からずーっとそういう癖があるんですよね。それって、じゃあ大人になってからは、実際にその、なんていうかな、こう、いわゆるその精神的な病みたいなことにもなっちゃった。なりましたね、やっぱり。そういう癖からやと思うんですけど、まあ、その、法科大学院に行ってた時に、その適応障害になったりとか、あとその産後は、その産後うつになって、そのやっぱり子供
を死なせたくないっていう思いが多分すごい強いんでしょうね。なんとかしてこの子を死なないようにしなくてはっていう風にガーってなってしまうから、なんかこう赤ちゃん抱っこしてても、そのこういう高層階に住んでたんですけど、当時は、こっから赤ちゃん投げてしまったらどうしようとか、車乗っててもドア開けて赤ちゃんこっから落としてしまったらこの子どうなんねやろうとか、もうそれが怖くて怖くて、なんかもう一日中、苦しいみたいな。そういう時って普通になんかお医者さん通ってたりしたの？通おうと思った、産後うつの時も通おうと思ったんですけど、その適応障害のね、2005年に適応障害になった時に、旧法事口の心の健康クリニックに行ったんですけど、そこで、先生って、こう、こっちが言ったことを、はい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 、カタ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 しんどいんですよって言ったら、はい、じゃあ、精神安定剤何錠と睡眠薬何錠出しますね、みたいな感じで、次の週に行って、ちょっとラスクになりましたって言ったら、ちょっと薬、減らしますね、ちょっとしんどくなりましたって、増やしますね、みたいな感じなんですね。で、その精神安定剤とかの副作用がめっちゃしんどいんですよ。吐き気するし、なんか余計になんかこう、だるぎやる気もなくなるし、もうなんかその時のもう薬の副作用のしんどさの方が辛くって、だから産後はもうお医者さんに頼りたくないなっていうのがすごくあった。だけどやっぱりすごく苦しいから、もうなんかいろんなセラピーを受けたりとか、なんかこう誰かこう救ってくれる人がいるんじゃないかなってずーっと探してたんですけど、だけど結局最後に、あ、自分を救えるのっていうか、自分を楽にできるのって自分しかおらんねんなって気づいたんですよね。で、もう自分が、ネガティブな感情を忘れようとしても忘れられなくて、余計にそっちにフォーカスしちゃうから、そうじゃなくって、別のことに没頭しようって決めて、で、それはもう目に映るすべてのことに感謝することやって決めたんですね。それで、もう起きた瞬間から、もう本当目が開いたことにも感謝、横で子供が息していることにも感謝、もうすべてに感謝しだしたら、どん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 こう、感謝することばっかりが、目に入ってくるようになって、もう一年経った今ではすっかり元気。すごい。それ、なんかその感謝しようと思ったきっかけとかなんかあるの？感謝しようと思ったきっかけは、それはあるセミナーに出た時に、本当に感謝をするっていうことが一番大事で、誰にでもできることだし、っていうおすすめをされてたんですね。で、私も一回やってみようって思って、徹底してそこにやってみようって決めたんですよね。なるほど、なるほど。僕のね、まあ、僕たくさん今まで本出してきてるんですけど、僕の本の中で、まあ、一般的なスヒーの人って思われてるんだけど、スヒー以外の本の方が実は多くて、60冊ぐらいあるんですけども、その本の中で、2週間で一生が変わる魔法の呪文っていう本があるんですよ。で、その本が、まあ、僕のその、スヒー以外では一番売れた本なんですね。すごくたくさん売れたんですけど、それはね、ありがとうの話しか書いてないの。こう、要は、2週間で、その考え方のプログラムを変えましょうっていうので、最初はそれは僕は全部言葉も使いましょうっていう話でね。で、大丈夫、大丈夫、大丈夫っていうのから始まって、で、それで一番大事なワードがありがとうだよって言って、で、ありがとうで、実は僕はありがとうたくさん唱えて、めちゃくちゃ面白いことが、もうミラクルがもう山のように起こったんですよ。だから、そういうこう、仕組み的にはね、すごくよくわかる話なのね。だからそれをなんかこう自分でなんとなくこれがいいんじゃないかって言ってやり始めたっていう、そのセンスが素晴らしいなと思うわけ。ありがとうございます。ねえ。それでこうその40年間の、なや、そんな簡単なことなんかよみたいな。そう、ね、インドに修行に行かなくても、滝に打たれなくても、いいんやって思って、自分が感謝の気持ちで、感謝を探す目で世の中を乱したら、そうなるんやって、はって気づいた。なるほど。その感謝の目で見るっていうのは、僕の場合で言うと、ありがとうございますっていうワードをたくさん唱えるっていうことをね、皆さんにすぐお勧めしたんだけども、ジャスミンちゃんは別にそうじゃなくて、本当に感謝のフィルターを通すっていうことだけに専念したから。そうですね。もう、おトイレに行ったら、うんちが出るってありがたい。私元気でありがたい。とか、トイレットペーパーってすごくよくできてるよな。とか、のトイレ流したらすぐ綺麗に流れていくとか、もうそういう一個一個、一歩ずつ歩くごとに、なんか感謝できることに溢れてたんですね、実はっていうことで、もう朝起きてから、トイレに行ってキッチンに行くまでめっちゃ忙しくなったんですよ。はいはい、朝毎朝だいたい嫌な気持ちで目覚めるんですけど、はいはい、結構もうキッチンに行くまでにはありがたいっていう風に書き換えられていて、なるほど。そう。だから私の場合はもう本当にありがたいって思うこと
目に映ったことすべてに感謝。うん、っていうことですね。なるほど。で、それをこう重ねていったら、もうなんか全然違うとこ来ちゃったよ、みたいな、そんな感じ？そうなんですよ。そうか。それってすごいシンプルなことだけど、ね、誰でもできることだしね。そう。感覚ってね、ただだし。あの、なんか、それこそさっきの話じゃないけど、副作用とか何もないし。ない。お金かかんない、副作用ない、今すぐできる。そう。で、誰でもできる。誰でもできる。すごいね。だからそういう意味では、本当になんかそれを実践して、なんかこう、こうなったんですよっていう見本として、なんかジャスミンちゃんがこう、活躍するっていうのは、僕はすごい応援したいなと。いやありがとうございます。私もほんまに、そのネガティブ期間が長すぎたから、ほんまにしんどすぎたんですよ。で、もうどんだけ恵まれてる環境にいても、自分の心の中が苦しかったら全然やっぱり幸せじゃないんですよね。でも、それを分かってくれる人って意外にいそうでいなかった。私は見つけられなかったから、なんかこういうふうに私がそういうしんどい思いしてたっていうことで、あ、私だけじゃないんやって思ってもらえるのもすごく嬉しいし、なので、あ、簡単にこっから脱出できるかもって思ってもらえたら、もうめっちゃ嬉しいなって思ってます。基本的にほら、やっぱり一般的にはさ、そういうネガティブな方に触れると、ポジティブなことを考えましょうとかいう人は多いじゃん？ね、そういう教えっていうか、あの、そうやってなんか引き寄せとかいろいろね、自己啓発、自己実現とか成功哲学とかいうのは結構そういうパターンが多いけど、そうじゃなくて、本当に僕はだからその話聞いた時にそのゼロ感謝法っていうのはすごくいい言葉だなと思って、もうなんか全然何もないフラットなところから感謝っていうのだよね。そういうことだよね。はい。だからなんかそれって本当になんかこうね、あのマイナスの人じゃなく、マイナスの人もやったらいいと思うし、プラスの人ももちろんできるし、何もない普通の人もできる話だよね。みんなできますよね。だそういう意味ではね、本当になんか誰でもできるし、こんなにわかりやすいなんか成功事例はないんじゃないかなと思って、だからすごい僕は応援したいなってすごい思ってますけどね。ありがとうございます。ね、なんか普段はタイにいるんだよね。そうです。タイのバンコクに普段は住んでます。で、ご主人と、お子さんがいらっしゃって、で、時々日本帰って。はい、時々、ちょくちょく帰ってきたいなと思ってます。で、これからね、その、まあ、日本をベースに、そういう、こう、講演活動っていうか、そういう自分で考えたっていうか、自分で編み出したそのメソッドを皆さんにシェアしたいということでね。はい。で、まあ、今回に関しては、家族っていうのを、テーマに、ちょっとお話ししようと思ってて、まあ、それがですね、まあ、ネタの宝庫なので、まあ、あのね、この番組見ていただいてる方は多分、しんちゃんのこと、あの、皆さんご存知だと思うんですけども、あの、ちょっと、こう、ご紹介が前後になりましたけど、しんちゃんの実のお姉さん。そうなんです。そう。だから、しんちゃん、ひょっとしたらなんか、あれ、ハーフみたいな、日本の方もいらっしゃるかもしれませんけど、生粋の関西人でございますんで。そうです。はい、ジャスミンだけど、そう。はい、なぜ、じゃ、そのね、なぜその生粋の関西人がジャスミンになったのかっていうあたりからですね、今度はね、声会では、もう、それでも掴みは OK っていう感じになると思うんで、そのあたりもね、ぜひ皆さんと分かち合いたいなというふうに思ってます。ね、家族っていうのはすごく大きなテーマで、また家族のネタの面白いこと、本当にね、お母さんとの関係性とかね、義理のお母さんとの関係性とか。強烈キャラが揃ってますから。揃ってるよね。で、まあ、その弟、しんちゃんとの関係性とか、まあ、お父さん、お母さん、ね、まあ、お父さんお亡くなりになっちゃったけど、お父さんとの関係性とか、今年にぴったりと僕は思ってるんですよ。2022年って、やっぱり家族のがテーマなんですよ。人間関係が大きく変わっていくっていう、そういう年に当たってるね、数比的にはね。だから、そこを、こう、なんか、一緒にね、なんか、家族っていろんな形があっていいんだよっていう、その家族の捉え方が、なんか、ジャスミンちゃん的に、こう、なんか、皆さんに、いろんな家族の形があっていいんだよ、みたいなことをね、皆さんにこう、伝えられるとすごくいいなと思ってます。はい、お伝えしたい。で、さらに、ちょっと言うと、2月にね、数比で言うと、5の5を迎えて、これがね、人生の最大の転機っていうのの直前にあっててね、その話で、うわ、めっちゃ面白い、盛り上がったんですけどね、そのあたりも、ちょっとまあ僕はやっぱり数比から、そのジャスミン家の、こう数比なんかを読み解いてみたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしければ、まあライブもそうですし、動画も、まあ、お店、配信していこうと思ってますので、ぜひぜひ、ご覧いただければと思います。ということで、ジャスミンちゃん、ね、
今度4月3日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ぜひ来てください。来てください。コップンカー。コップンカー。サワディーカー。